はいどうも、今回ご依頼いただきましたありがとうございます。長谷川のランチアストラトス HF1977 モンテカルロラリーウィーナー、これをやっていきたいと思います。長谷川のストラトスといえばボディとシャーシの合体がすごく大変、うまくいくかな。やっていきましょう。では始めていきましょう。久しぶりのストラトス。前回作ったのは多分移転前のしかも在庫整理というかその時に作ってたきりじゃないかな。久しぶりだねストラトスボディね。うまく組めるかな。あの頃はねもうね形にするだけでいっぱいいっぱいみたいな、そんな感じでしたけど、下側ね、こんだけすぼまってるでしょう。それに合わせてね、合体させるのが難しいんだよな。こんな感じです。で、このシャーシなんですけど、これちょっとね、今回切ろうと思ってます。なるべくその、わからない範囲でやろうとは思っていますけれども、ちょっとこのままつけるのはちょっと自分には難しいかな。で、これが、こっちがノーマルのキットと一緒かな。で、こっちがラリーカー用のオーバーフェンダー。このオーバーフェンダーがつくと、なおのことね、ボディをかなりグイッて広げなきゃいけないんですけど、これがつくと、なおのこと厳しいかなっていうふうに思います。で、市販車はね、マフラーの分割の数がものすごい多かったんですよ。マフラーだけで10パーツくらいあったんじゃないかな。ラリーカーだとね、ちょっとね、少なくなるはずです。で、こんな感じの、この、ボンネットというか、フロントカウルのね、何スリットから見えるような感じのね、このスペアタイヤとかね、エアホースの、エアダクトかなの、部品もあったりとかしています。これは多分市販車と一緒かな。エンジンの見えるところだけね、こう、銀色で塗り分けたりとか、そういう感じになったりとかしますね。あとはまあ、ライトポッドはでも市販車の方ついてたのかな？もうしっかりと覚えてないですけれども。あ、タイヤ、スリックタイヤじゃない。これなんだろう。多分ラリータイヤのなんかの一応このパターンがついてますね。このタイヤは、あれ、ストラトスのノーマルのタイヤってこれだったっけ？もう覚えてないです。で、クリアパーツ。これはまあ、マッドフラップの切り欠きの部品。切り出して、マッドフラップにする部品ですかね。そして、綺麗に貼れるかなの、アリタリアストライプ。ストライプというか、アリタリアカラーのね、やつですね。さあ、じゃあ、やっていきましょうか。この左右の部分をね、削ろうと思います。本当はあんまりやりたくないんですけどね。合体させるときに、まあ、ポロポロはすると思うんですよ。もう予言。まあね、ちょっとご依頼品なので、室内はまたいつもの通りね、お見せすることはしないですけど、でも、まあ、間違いなくポロポロするでしょう。で、また発狂してるでしょう。動画に収めてないところで。だけど、ちょっとでもね、というふうに思うので、3ミリのマスキングテープを貼って、プラ板とかで滑り込ませてとかっていう話を見たこともあります。薄いプラ板を使って、それをガイドにして、こう、片っぽ入れた時に片っぽプラ板差し込んで、そのプラ板でスッって入れて、こう、抜くみたいなね。ただちょっとそれもうまいこといくかどうかなっていうところはあるので、とりあえずこの方法を取ってみようと思いますが、よいしょ、3ミリ幅をしっかり取るために、よいしょ、こうやってマスキングテープを並べて貼って、もうちょっと待ってよ、そうじゃなくて、油性ペンでこうやってやって、
ってあげれば、で、この線に合わせてね、削れば3ミリになるはず。それがうまいこといく、いかないのはこのおっさん。よし。多分ね、私ね、ノコとかで削るとね、綺麗に削れないと思うんですよ。綺麗に切れない。と思うんで、だったらちょっとずつこうやって削ってあげた方がまだうまいこといけるんじゃない？よいしょ。3ミリきっかりで削らずに、ちょっと残しておいて、ヤスリで整えてあげる幅を作っておこうと思います。削りしろというかとか言いながら、結構ギチギリきっちりまで削ってない？あと問題は前後だよね。前後をどうするかなっていうところもあるんですけど、前後はね、削りようがないんでね、どうしたって。もうこうやってやっといてから、ヤスリで、ガシ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 。で、削ってあげれば、ちょうど3ミリの削り代ができているはず。と、まあこんな感じにしてね。やっといてから塗装をしていこうと思います。だいぶ滑らせましたが、またこうやって瞬着ちょっと持っといてね、でやっていくんですけど、今回まあアリタリアカラーのあれに関してはまたデカールを貼ろうと思っています。やっぱりね、ちょっとね、あれ本当はまあ塗装した方がね綺麗に仕上がるのはわかるんですけど、このスリットの部分ですね、ここをちょっとこの極細沼ヤスリ、これを使って整えたいかなと思うんだけど、 0.5 ミリだとちょっと太いかな。どうしてもね、綺麗に抜けきれてないところっていうのはまあ成形の都合とかでねあるんで、せっかくこれ買ってだけど全然使ってないんですよね。なかなかこう自分なんかだとそんなにそう使う機会があんまりないというか、こういう時のために使う、こういう時のためにある道具なのに全然使ってないなーってことを思って、ちょっと使ってみようかなというふうに思います。こうやってね、まあ普通のシャーペンと同じような感じで、これ0.5 だとちょっと太いかな。これがどれぐらいね、その効果があるかっていうと、またちょっと難しいところではありますけど、ちょっと引っかかるな。本当はね、もっとね、細くシャープにできればいいんだけど、このおっさんができるかっていうとね、またそういう、ちょっと厳しいかな。これもすこすこ入るところと、もう全然入らないところっていうのがあるんですよね。だからここは全体的にこう、スムーズにこう動くようになれば、ここは 0.5 ミリのスリットが開けられたことになるのかな？よいしょ。どうしてもやっぱりちょっとこれも金型だいぶね、劣化してるというか、そういうところは見受けられますね。こっちからやった方がいいな。どうしてもこうパーティングラインがね、こうつくなってたりだとか、
でもキャッチピンのモールドは結構しっかりしてるんですよね。まあ、削り落としちゃいましたけど。またあのちょっとあの 3D プリントのね、あのレジンのパーツに置き換えるつもりでいるんで、もうあれしちゃいましたけど、あとはここにうまく貼れるかどうかだよね、長谷川デカールをね。でもこうやって軽く擦ってあげるだけでも、ここのあれが向こうが透けるのが見やすくはなってるから、その辺考えるとこれだけでもだいぶあんま変わんないかな。ほんとちょっとしたことなんで、あんまり効果はないかもしれないですけど、まあいつも言ってるあの何もやらないよりはってやつですね。こういう風に一本一本抜いてあげた方が分かりづらいよね。よいしょ、いいんじゃないかなと。一応他の部品は今サフすべて拭き終わって、だいたい一色目を塗り終わった感じですね。こっからまたその何マスキングして、で二色目三色目って乗せていく感じになりますね。ここもね、まあスペアタイヤがここの奥にね見えるようになるはずです。ただデカール貼ってクリア拭いたら私埋まっちゃいそうなんだよな。かといってね、このねあんまり太す、あの細くしすぎると私また折っちゃう可能性があるんで、そこを考慮しつつこうやってちょっとずつちょっとずつねスリットをしっかりと抜いてあげるような、そんな感じでやっていこうと思います。このストラトスなんですけども、このエンジンの部分がこうやってね、エンジンとかミッションケースの部分が部分的にモールドされてるっていう感じです。で、実際だったらね、まあエンジンに後ろに乗ってるんですけども、エンジン本体のこう全ての再現があるわけじゃなくて、こういう風にねなってるので、ここを一つ一つ、マスキングして、でこのね、まあ本来エンジンが乗ってて見える部分を、なんつったらね、銀色で塗ってっていうような感じになるんですよね。でそれで、よいしょ、エンジンっぽく見せる隙間からこのエンジンのね様子が見えるっていうキットになります。よいしょ、多分どこぞのメーカーとかでトランスキットとか、あとはトランスキットディティールアップパーツセットって言ったらいいのかな、そういうのとかでエンジン後ろに乗っけるやつとか出てそうな気もしますけどもね。実際そっちの方が楽だと思います。マスキングもしなきゃいけないし、ただまあそのマフラー関係がこの空間から生えてきてるような感じに見せるような感じになってるんですよね。よいしょ、要はこの艶消し黒で塗るところっていうのが空間っていう扱いになってて、でそれをその奥にね、実際はそのつながってるパイプなりならなりがあって、でシリンダーヘッドにつながってるっていうのが、まあ実写のあれだと思うんですけど、ストラトスのエンジンを見たことはないですが、でそこをこう表現するためにこういう風にねエンジンの一部分だけを見せるっていうね、そういう感じの、ちょっとこれはある意味変わってるっちゃ変わってる。この間の、イオタもまあ部分的に見えるような感じになってますけど、このストラトスの場合はね、全部の面、4面じゃないか、バルクヘッド側はないけど、下側と左右と後ろの部分がこういう風にね、まあエンジンの形をそれっぽく見せるような感じになってるっていうね、ちょっとある意味変わってるっちゃ変わってるキットかなっていう風に思います。このストラトス147点も部品あったのね、久しぶりだから。しかもラリー仕様じゃなかったから、前回組んだやつは
もうラリー仕様より多分これ市販車仕様の方が部品点数多いと思うんだよな。あ、でも市販車仕様だとライトポットがないからその分だけ部品は少ないのかな。とはいえあのマフラーの長分割があるってことを考えると、どっちもどっちかなっていうふうに思いますが、今んとこちょっと今どうしようかなっていうふうに思ってるのが、やはりアリタリアカラーのストライプ、フロントバンパー周り、バンパーっていうかフロントカウルのね前の部分をね、ちょっとね今どうしようかななんてことを思いながら、かといって色塗るにしてもいい色がねーっていうね、そこら辺もちょっと考えながら、まあとりあえずこうやって一つ一つマスキングしてから銀色を塗っていこうと思います。ここのフロントのここの中の部分をデートナグリーンで塗る指示になっています。で、まあ横にねこのねマルティニじゃないわ、アリタリアのねストライプがかかるような、そこのデカールはあるんですけど、ここの中の部分はねデカールがありません。で、あとねここの部分、このねストラトスのこのエンジンのインテークというかここの部分なんですけど、ここはこの中のねメッシュの部分だけをデートナグリーンで塗るような指示になってますけど、こういうところねデカール沿わしきれるのは難しい、沿わしきろうとすると難しいので、ここ塗っちゃおうと思います。まずはフロントの方からね、よいしょ、ちょっとねここ折れちゃってね、確かね前回ストラトス作った時もねここ折っちゃったんですよ。すごい細いんですよね。でふとした時にねポキって折れちゃったっていうね、折れちゃったじゃダメなんだけど、折らないようにしなきゃいけないんですけど、ここはね細いんだよな。じゃあもっと細いでか細いマスキングテープでいこう。細切りマスキングじゃなくて、本当はもっと細いやつが欲しいんですけど、私はそのマスキングを超えさせちゃって、中まで塗っちゃったりとかする、したりするので、いや、細いやつでいくか。なるべくね、細く塗るようにしないと、細くじゃない、薄く塗るようにしないとね、いつも、濃くなっちゃうから、濃く厚塗りしちゃって、結果的にね、ちょっとね、ってなっちゃうんで、これ、切った方がいいな。とりあえず、これをここ貼って、薄く切れば、じゃあ薄く拭けば、こう何、えらこっちゃえらこっちゃになることはないってことはわかるんですけど、わかってんだけどできてない。できてないってことはわかってない。まあ、この、アリタリアカラーもね塗装でやった方がもちろん綺麗にはなるのは分かってんだけど、でこれはちょっと一回外そう。ちなみにこのウィンドウモールの部分はねまた塗っちゃってから、塗っちゃってマスキングしてから、塗装ボディの塗装を始めて、であれですよ、また言葉が出てこなくなってる。クリアを拭いて、で、マスキングを剥がすみたいな、そういう感じでいこうと思ってます。こうやってやって、で、上は、これは、こっから、降りてくような感じになるのね。降りてく？水平になるように貼らなきゃいけないんだね。よいしょ。だから緑で塗ってそれをマスキングしちゃった方がいいのかもしれないけれど、よいしょ。でここの出っ張りの上まで緑になるんだっけ、出っ張りの上は緑にならないんだっけ、この出っ張りのこのモールドのところでマスキングできたらいいんだけど、多分この下の部分だけだよね。これこうやって貼って、段差が、さっきほんと近いところ手元が見えなくなってきた。それはすなわち廃業の危機では。まあもうちょっと頑張りたいと思ってますけど、もうちょっと、まあもうしばらくは頑張りたいと思ってますけど。でここの
サイドのところに関してはこの中の部分だけね塗れればいいかなというふうに思ってます。なのでこうやってマスキングして、あ、横全部いっちゃうか、いやでも横全部いこうとすると絶対うまくいかないこのおっさん。よいしょ。なるべくその境が出なくするようにぼかして拭くような、そんな感じを目指してやっていこうと思います。だから例えばここだったらこの R に沿ってマスキングしておいて、でもまた段差できちゃうんだろうな、ここのこの部分を狙って拭くような、そんな感じにしてやっていこうと思います。左右切ったことによってねスムーズにスコンと入りました。ただやっぱりねちょっとねこういうこうちょっと力が加わるようなところちょっと塗装剥がれちゃったりとかそういう風になったりしてしまいましたけどもね。でここストラトスのねここのね、まあ、実写だったらエンジンがあるところ向こうスコーンってあの透けて見えちゃってちょっとかっこ悪かったので、ここはねプラ板を貼ってでこう透け止めをねするような感じにしています。こういう風にしてあげるだけでもねだいぶその向こうが透けて見えなくなるだけでも実写の雰囲気というかそういうのは出せるんじゃないかなという風に思います。でカットした結果ここ見えるかな、こう隙間が見えちゃってかっこ悪いのでまたプラ板をね黒サフで拭いたこういうのを作ってみました。でこれを今からちょっとつけるというか、まあ、接着するだけですけどね。よいしょ。中に落とさないように気をつけないとね。どこに貼っつけようかなっていうところもあるんですけど、本当はこのドア内張りのところにつけれたらいいんですけど、ちょっと入っていくのは厳しいかな。よいしょ。セメダインハイグレードで、ちょっとねつけるところをこうやってムニムニしておいて、中に落っこっちゃったら終了なんだよな。バラせなくはないんですけど、こういう風にして流し込みで接着してあげて、ほら向こうが透けなくなっただけでだいぶ変わるでしょっていうことを、まあでもこれつけちゃったらもう終わりですけどね、もうバラすことできないですけどね。だからつけ忘れとかがないようにね何度も確認してやってあげてねって感じですけど、向こうが透けて見えなくするようにするだけでもだいぶ雰囲気は変わるかな。はい、っていう風にしてあげるとね、ここちょっと透けてるけどこの下のところはね、ただ初めに比べたらだいぶ良くなったんじゃないかなというふうに思います。あとはちょっとトレッドをね調整しようかなと思ってます。これは回転方向とか内外とかはないタイプですな。でもここになんかタイヤのサイズのモールドがあるんでこれは残したいかな。え、これだいぶ、あ、フロントはだいぶ引っ込んでるのか、リアが怖い。リップクリーム。実写のね、箱写真がね、実写のあれなので、その雰囲気にね、少しでも近づけるように、トレッドを調整して、入らんが。よいしょ。フロントは入り込むぐらいでいいですかね。リアが結構出さないといけないかな。完成見本のね、箱、あ、ちゃちゃ、説明書に完成見本の写真があるので、よいしょ。もうちょっと出したいけど、これ以上挟めるとね、多分ほとんどかかりがなくなっちゃうかな。あと2枚ぐらいかましたいところではありますけども、あと2枚はさすがに耐えられないと思うというような感じにしてね、トレッドは調整して完成まで持っていきたいと思います。
はい、長谷川のランチャーストラトス、1977モンテカルロラリーウィナー完成でーす。ご依頼いただきありがとうございました。キャッチピンはまた 3D プリントの部品に置き換えたのと、あとはこのね部分のメッシュに置き換えました。フロントはちょっと置き換えるのもちょっとしんどいかなってことで置き換えはしていません。リアは結局トレッドを3枚ずつ入れて広げました。あとは基本的にはすぐみですね。ストラトスもね、いろんなバリエーションが長谷川の方からも発売されています。このコレクションラリーシリーズがこのアリタリアカラーのやつと、もう一つ白緑のやつかなが販売されてるはずです、通常品として。なのでストラトス自体はかなり入手しやすいかな。でバリテンもいろいろ出てますけど、まあバリテンで全部揃えようとするとね、この辺もまたなかなかな数になってくるかなっていうふうに思いますし、塗り分けが結構大変だったりね。今回アリタリアカラーねデカールありましたけど、やっぱり塗装にいつかはっていうことは思いますね。やっぱこういうところがね綺麗に処理しきれなかったりとかするので、いつかはっていうことは思いますけどもね。ただやっぱりそのスリットのところのマスキングをどうしてやるべきなのかなとか、私の場合だとね、マスキング漏れ起こしちゃってね、なんか綺麗に白く塗り分けできなくなったりしそうですけどね。今回のカルトグラフデカールだったんですけど、かなり貼りやすい方だと思います。スリットのところもね、切り込み入れてから蒸しタオルでちょっと置いといてあげてたら綺麗に馴染んでくれてっていう風になったので、まあタミヤのまあ車が違うからあれですけど、ストラトスグループ5、あれと比べたらね、この横のところもね入り込んだりしてることもそんなないですし、こっちの方が貼りやすくはなってると思います。まあやっぱりね、その形状が違うからっていうのもありますけどもね、デカールそのものも結構貼りやすいデカールだったので、こんな感じです。まあストラトスもね、まだちょっといろいろとやってみたい気持ちはありますが、とりあえずは今回はこんな感じです。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。